皆さんこんにちは、法徳学院学習ブログのとしです。小学校6年生の算数、今回は対分数×整数、これですね、この計算について説明します。前回分数×整数の計算説明しました。内容はほとんど変わらないんです。一つだけ違っているのは、対分数×整数の計算は対分数を仮分数に直してから計算すると、ここだけが違っているんですね。では、対分数を仮分数に直す方法復習しておきましょう。括弧1番、1と7分の3、これを仮分数に直します。分母は7ですね。で、分母の7と前に出ている整数、ここでは1ですね、これを掛け算します。1×7、そしてもともとある3、これを足します。そうすると7分の17が7、7足す3は10と、7分の10、ね、1と7分の3仮分数に直すと7分の10になるわけですね。もう一問やっておきましょう。括弧に2と3分の2、これは分母3ですから3分の整数の部分にですね、 2×3 をやってもともとある2、これを足してあげます。そうすると3分の2、3が6足す2で8と、こうなりますね。2と3分の2仮分数に直すと3分の8。ではこれを元にして2問対分数×整数の計算を練習します。括弧1、1と5分の2×3、まず対分数の部分仮分数に直すと5分の前の整数1ですから因果が5足す2となって5分の7ですね、かける3ですね。これは5分の7かける3って、後ろの整数分子に載せましたよね。計算すると5分の7321と、仮分数だったらこのままでも構いません。これを対分数に直しましょうといった場合は直してくださいね。これ4と5分の1ですね。仮分数だったら5分の21、対分数だったら4と5分の1が答えになります。もう一問、括弧に2と6分の5かける9ですね、これもやりましょうと。6分の26、12足す5ですね、12足す5、これは17かける9になりますね。と6分の17かける9です。ここで6と9約分しましょうね。約分は計算の途中でするね、これが原則でしたよね。ですから約分します。6と9ですから3で約分できますから、分母は2、9は3になりますね。そうすると2分の1321、23が3で51ですか。2分の51、これは仮分数です。対分数に直すとこれは25と2分の1と、このように、答えられるわけです。今回はね、対分数×整数について説明しました。対分数は仮分数に直して掛け算をする、このことを今日覚えてください。今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。ではまたお会いしましょう。さようなら。